ウィスタン・ヒュー・オーデンは、イギリス出身でアメリカ合衆国に移住した詩人。20世紀最大の詩人の一人とみなされている。ウィスタン・ヒュー・オーデンは、1907年2月21日にイングランドのヨークで生まれた。父親のジョージ・オーガスタス・オーデンは医師、母親のコンスタンス・ロザリー・オーデンは、海外の英国植民地に派遣されて、働くための訓練を受けた看護婦である。 ただし、母コンスタンスは、実際には、海外婦人の経験をすることなく、生涯を終えた。ウィスタンは三人兄弟の末っ子であり、次は、地理学者のジョン・ビッグ・ネル・ウォーデンである。ウィスタンという名前は、旧世紀、マーシア王国の王族、聖ウィスタンにちなむ。ダービージャーのレプトン教区教会には聖、ウィスタンの墓があり、聖、ウィスタン信仰が根付いていた。 詩人の父親ジョージは、レプトン公の出身者であった。オーデンの育った家庭は、イングランド国教会の中でも、教義や、天礼の面で最もカトリック教会に近い、ハイチャーチや、アングロイコールカトリシズムと呼ばれる、聖公会の一派に属していた。オーデンの父方と母方の祖父は、二人とも、イングランド国教会の聖職者であった。幼年期のオーデンは、教会での奉仕活動に、 よく参加した。大人になってから、オーデンは、教会における奉仕活動の経験が、現在の自分の音楽や言葉への偏愛に影響を与えたところがあるだろうと回想した。また、オーデンは、自身がアイスランド系の末裔であると信じ、生涯を通じて、アイスランドの伝説や北欧神話への関心が、作品に影響を与えることとなる。一方で、 公衆衛生学の講師だった父の蔵書を通して、オーデンは精神分析学に関心を持つようになる。最初に入学した寄宿学校はサリーにある聖エドマンド校だった。三学年上には後にオーデンに文学上の助言を多く与えることになるクリストファー・イシャウッドがいた。13歳からノーフォークのグレシャム校に通う。ここで友人に死を作るかどうか尋ねられたことが、 きっかけでオーデンは思索への適性を自覚する。1922年のことだった。また、この直後から自分が信仰を失ったことに気づく。これは、価値観の決定的な変化というよりも、宗教への関心の喪失が、自分でもだんだんはっきりとわかるようになったという、ものだった。1923年、自作の詩が、校内雑誌に乗り、初めて、オーデンの詩が活字化される。 1922年に、シェイクスピア劇の学校制作として、ジャジャウマナラシのカタリーナを演じ、最終学年の年である1925年には、テンペストのキャリバンを演じた。1925年に、生物学の奨学金で、オックスフォード大学のクライストチャーチに入ったが、2年時に、英語専攻に切り替えた。1928年にクライストチャーチを去るまで、 数多くの友人と巡り合うが、とりわけ、セシルデイ・ルイス、ルイス・マクニース、スティーブン・スペンダーらとの交流は、1930年代における、オーデングループの発言へとつながっていく。また、1925年に友人を介して、クリストファー・イシャウッドを紹介され、交流が始まる。オーデンが、イシャウッドに、自作の詩を送り、イシャウッドが批評を返すという形で、イシャウッドは、 多くの助言をオーデンに与えた。1928年の秋にオーデンは9ヶ月間、イギリスを離れ、バイマル共和政時代のベルリンに滞在した。当時のベルリンは、同性愛に対する抑圧がロンドンに比べると、まだマシだったので、これには、イギリス社会での抑圧に対抗という意味合いもあった。そこで、彼の中心主題のうちの一つになった、政治的及び経済的な不安を最初に、 経験することになった。オーデンは1935年にトーマスマンの長女エリカとラベンダーマリッジをした。この名目上の結婚はエリカにイギリスの市民権を得させることによってアメリカへの亡命を可能にすることを目的としていた。オーデンは1936年に試作品この島でを制作しエリカに検定した。イシャウッドとオーデンは 日中戦争中の1938年に中国大陸に渡り中華民国軍支配地域を訪問した。1930年代にはマルクス主義を捨ててキリスト教に戻った。1939年にアメリカ合衆国に移住し、1946年に国籍を取得した。1968年のノーベル文学賞の選考においては、 最終候補の一人に入っていたことが2019年1月にスウェーデンアカデミーの公開した先行資料より明らかになっている。1973年にオーストリアのウィーンで死去した。オーデンがナチスドイツのポーランド侵攻を呼び第二次世界大戦の勃発に際して書いたし1939年9月1日は2001年9月の アメリカ同時多発テロ直後、時代と社会の実相、人々の置かれたありようを深いところで表す詩として、アメリカを中心に改めて注目され広く読まれた。ありがとうございます。